晩年の萩原進む萩原進むは、日本の歴史学者である、群馬県東郡長野原町出身、群馬県の郷土試験級に従事、群馬県議会図書室長、前橋市立図書館長を歴任。1934年群馬県市販学校を卒業し、群馬県内の小学校訓導、教諭、教頭を経て、群馬県農業会主事、群馬県議会図書室長、 前橋市立図書館長を歴任。その間、群馬県図書館協会副会長、全国公共図書館理事、また、宮山文庫理事兼編集委員長や、群馬県文化事業振興会常任理事、群馬県芸,芸術文化協会長、前橋刑務所特殊面接委員や、読売新聞選挙常会委員、1987年には、群馬県市編纂専門委員長として、 その完成に、尽力、1984年に、群馬県文化財保護審議会長を務めた、群馬県の郷土史研究に従事、知事和美に啓発され、郷土史研究を決意。知事和美と共兵により、高山被告老前州前四巻を刊行浅間さんの研究、著作にも、勢力を傾け、浅間山風土記天明三年浅間山噴火史を経て、 浅間山天命噴火資料修正を完成させた、除勲時に愛妻ふみと、ありがとうございます。